パンダコパンダは東京ムービーの劇場用中編アニメーション作品である。1972年12月17日公開、東方配給カラー34分。後の隣のトトロの原型とも評される。監督は高畑勲で宮崎駿が原画のほか、原案、脚本、画面設定を担当している。1972年に 日中友好の一環として、中国からジャイアントパンダが上野動物園に送られたことをきっかけに、日本にパンダブームが起こり、それに合わせて公開されたアニメーションである。パンダブームが企画のきっかけという見方があるが、監督の高畑衣さんは、そのずっと以前からパンダに注目して、企画を立てていたと述べている。東方チャンピオン祭りの一本であり、同時上映は、 ゴジラ電撃大作戦、怪獣大噴戦、大五郎対ゴリアスの2作品。長くしたのピッピやニメカのために、東映動画から A プロダクションに移籍した高畑、宮崎及び尾田部洋一の3人が、原作者の許可が下りなかったため、頓挫した後に作られたオリジナル作品。主人公ミミコが一人暮らしをすること、ミミコのデザインや、ミミコの暮らす、家の設定などの要素は、 ピッピから引き継がれたものである。そのようなこともあってか、当時のエイプロは、東京ムービーの専属した受け会社であったにも、かかわらず、このシリーズは、同社が率先して、企画、制作したものである。翌年3月17日には、続編、パンダコパンダ、アメフリサーカスの巻も公開された。2008年3月15日には、渋谷にある、 シネマ・アンジェリカなど全国6カ所の劇場でパンダコパンダとパンダコパンダ、アメフリサーカスの巻キが2作品同時上映された。テレビ放送では地上波ではローカル局で再放送されたり、また CS 放送局ではカートゥーンネットワークでも再放送された。余談だが終盤の動物園のシーンの観客の中に東京ムービー及びエイプロが制作していたアニメの キャラクターが亀を出演している。両親のいない小学生の少女ミミコは同居している祖母を長崎での法事に送り出し、しばらく一人暮らしとなる。しかし、家へ帰ってみると、そこには人号を介する子供のパンダがいた。さらにその父親のパンダも現れる。このパンダ親子はミミコの自宅の傍らの竹藪に誘われてきたという。ミミコはパパンダに、 パパになることを求め、一方パンに対しては、自分がママになると決めて、共同生活を始める。ミミコはパパンダに対して、パパは帽子をかぶり、タバコを吸って、新聞を読み、会社へ行くものだと悟し、パパンダはそれを素直に受け入れるが、行く会社がなくて戸惑う。それを見たミミコが、今日はお休みなのねと言うとパパンダは、会社はずっとお休みですと宣言する。 パパンダは、ミミコ、パンと遊ぶこととなる。その矢先、ミミコの家を訪ねたおまわりさんが、パンダ親子を見て驚く。実はパパンダとパンは、動物園から逃げ出していた。警察から聞きつけた、動物園の園長は2匹を探して、連れ戻そうとする。一方、ミミコは登校することになり、同校をせがんだパンを、学校では、ぬいぐるみのふりをする条件で連れて行く。だが、 授業中にパンは給食室にさまよい出て、そこで頭からカレールーをかぶってしまう。黄色く染まったパンを熊と誤認した、学校職員や子供たちはパンを追いかける。ミミコはそれを見つけてとっさに水洗いし、難を逃れた。しかし、今度はおまわりさんがパンダの捜索のために学校を訪れた。その騒ぎの間にパンが迷子になってしまい、皆で探すことになる。 見つかったパンは川に流されており、その先には水門と滝があった。ミミコは川に飛び込んで、パンの前足をつかみ、滝の手前の川底をもう片方の手で掴んで流れに耐えていた。そこにやってきたパパンダはその力で水門を閉じ、ミミコとパンは助けられる。事件が収束した後、パパンダとパンは動物園に戻った。二匹はミミコの家から、 昼の間動物園に通い、パパンダは動物園でタイムカードを押して給料をもらうことになった。会社に行くパパになったパパンダをミミコは駅で出迎えるのだった。本作では主題歌としてミミちゃんとパンダコパンダ、挿入歌として年々パンダが使用されている。真田ダイは佐藤の妻だった中山千夏のペンネームである。 ABC 高畑くんインタビュー。子供の心を解放するアニメーションを作るために、僕らは一生懸命考えました。幻の長靴下のピッピー岩波書店2014年 P144 高畑はインタビューの中で、多分僕は日本の中でもかなり早い段階からパンダに注目していた人間の一人だったんじゃないかな。1958年に、 中国からロンドンの動物園に来た父というパンダの写真集なんかも持っていましたと述べている。第93回セッションをお聞くようにパンダコパンダ、ウェブアニメスタイル、サントラチヨヒトヨ。ありがとうございます。